ビスマルク体制とフランスの孤立ビスマルク体制とは19世紀後半にドイツ帝国最小ビスマルクの築いたヨーロッパの外交関係のことでビスマルク外交とも言う。この体制の間フランスは孤立することとなった。不仏戦争後プロイセン王国は自国主導でドイツ人地域をまとめ上げプロイセン王家が定位につく。 ドイツ帝国を成立させることに成功した。しかし大国フランスに干渉したとはいえ、多数の両方国家からなる帝国は、成立直後は当然不安定であり、プロイセン主導の統一国家が出来上がったばかりの、ドイツは再び近代戦争を戦える状態ではなかった。また、新興国のドイツ相手に屈辱的な敗北を喫したフランスからの復讐を警戒する必要もあり、 こうした状況に応じて取られたのがビスマルク体制である。この政策の最大の狙いはドイツがヨーロッパ諸国と同盟を結んで良好な関係を築き外交的にフランスを孤立させることにあった。八百七十三年にオーストリア、ロシアと三帝同盟を結び、八百七十八年のベルリン会議で表面化した欧羅の対立で三帝同盟が崩壊すると、 1881年、新たに三帝教書を結んだ。さらに1882年には、オーストリア、イタリアと三国同盟を締結した。三帝教書がまたもやオーロ対立により崩壊した1887年には、ドイツ帝国単独の対ロシア同盟である、独ロ再保障条約を締結して、ドイツの安全を図る複雑な同盟網を敷いている。いずれも、 フランスの復讐を避けるためであり、ドイツ帝国と東西で国境を接する露仏の接近によりに正面作戦を強いられるリスクへの対処であった。同時にビスマルクは当時盛んに行われたヨーロッパ列強によるヨーロッパ以外の地域での植民地の拡大には極力消極的な態度をとった。これはフランスのナショナリズム及び軍事力を ヨーロッパの外部への領土拡張に振り向けさせることによって対独復讐に向かわせないためであり、そのためにはドイツは植民地的利害には関心を持たないポーズを取る必要があった。さらに、ビスマールクはドイツの地位を安定させるためにヨーロッパの勢力均衡が平和なまま現状を維持されることを望み、そのため列強間の利害対立を積極的に 調停してドイツの国際的地位を高める正直な仲外人としての役割を演じた。ビスマルク体制はビスマルクの卓絶した手腕によって維持され一時的に外交関係が悪化する状況こそあったがビスマルクの在任中はその目的を完全に果たした。19世紀最後の四半期はビスマルク体制の成功により国際連盟や 国際連合のような国際平和組織のない時代にありながら、ほぼヨーロッパには、戦火が存在しなかった。1890年、ビスマルクが辞職し、彼を更迭したビルヘルム2世の申請が開始された。他の列強との協調関係よりも、ドイツの帝国主義的利害を重視する、いわゆる、新航路政策が本格化するとともにこの体制は、解体に向かい、 ビルヘルムの切烈な外交政策も、相まって、列強諸国との対立激化を生むこととなる。その間、フランスは、露仏同盟を皮切りに徐々に孤立状態を脱し、ついで外相、デルカスセが巧みな外交を通じて三国同盟の無効化や、英仏協商の締結を果たし、逆に、ドイツ方囲網が築かれていった。この方囲網を軍事行動で解決しようとしたのが、 シェリー・フェンプランという作戦であり、結果的に見れば、ビルヘルムの外交が間接的に第一次世界大戦を起こすことになった。ありがとうございます。